愛しの主様。あなたがお消えになってから半年以上。私、キルケはずっと心が満たされません。あなたのぬくもりが、あなたの愛が、あなたの声が、あなたの優しさが、全く満たされないのです。ですが、そんな寂しくて満たされない日々も終わりを告げるのですね。幻獣と聞いていたのですが、大したことありませんでしたね。さて、禁断の地、悪魔界につながる境界の扉を開ける封印の玉は、おお、これが、そうなのですね。ああ、私キルケ、あなたの帰還を今、叶えます。さあ、おいで、封印の玉、私と主様を再度合わせておくれ。ああ、嬉しい。この身も心もずっとあなたがいなかったため、ずっと満たされることがなかった。今、行きますね。何が、何ですか。防衛結界。私と主様の関係を邪魔するというのか。おのれ、これ以上私の邪魔をするな、ゲロウが。まずしい。封印の玉？しまった。方角は。地底界。冥界。天界。幻想郷。くそ、各界に飛んでいきやがった。仕方ありません。あの子たちを久しぶりに集めましょう。七曜の魔女の素質を持つ私の弟子たちを。この状態だといずれバレて大事になる。一刻も早く封印の玉を集めなければ。してみみふ、添い寝は昨日やったからな。よし、今日はベッドをジャンプで揺らそう。さて、大地震のごとく揺らすぞー。とらいつも同じ手には引っかからねえよ。そろそろ静かに起こしてくれないかな。かなめくんが早起きしたらいいんだよ。まあ、こういう噂も嫌いじゃないからな。じゃあ問題ないね。それで今日はどうする？そうだねー、どうせ特訓も今は無理する時期じゃないしねー。なんか、本当その皮脂をつけてると月下さんみたいだな。美容院も月下お姉ちゃんと同じところを紹介してもらったしね。そこは本当しまい。おーい、大川いる。あれ、月下お姉ちゃんだ、なんだろう。本当、来るたび来るたびイチャイチャしてるわね二人とも。そんなことないよ。そうだな、いつも通りの生活をしてるだけだよな。あー満腹満腹。そういえば月下お姉ちゃんは今日はわざわざ幻想郷まで何しに来たの。様子を見に来たのよ。四季家の後継ぎ、本当に継がないの。うん、私は私の道を歩みたいから幻想郷から出る気はないよ。将来的には。ないねー、どうせやるなら幻想郷に第二の四季神社を建てたいね。本家嫌われてるわねー。学力的にロカちゃんの方が向いてるじゃん。ロカがおとなしく実家を継ぐと思う。ないね、絶対。月下さんは武者修行はどうですか？そうね、順調そのものだけど。今のパトたちがどこまで強くなってるか全然わからないから気が抜けないわ。そういえば、いつパトたちと会うんですか？言ってなかったかしら。7月に東京で行われるワールドチャンピオンシップバトルトーナメント開催頃よ。お父さん含む地球防衛軍の隊長クラスはもちろん、今年はお母さんも出るし、パトたち全員も出るからみんな本気で鍛錬してると思うわ。そうか、なら俺たちも出てみるか、おうか。そうだね、私たちもこの8ヶ月結構頑張って鍛錬したもんね。出なさい出なさい、みんな集まるからきっと賑わうわよ。それじゃあ、私はまた現世に帰って、ロシアに行ってくるわ。悪いわね、わざわざここまで見送ってもらって。最近めったに家族に会えないし、顔見せてくれただけで嬉しいから。おうか、私があげた刺繍、似合ってるわね。せっかく月下お姉ちゃんからもらったものだから大切に使ってるよ。最近ずっとこの刺繍だもんな。本当お気に入り。本当、姉妹だから成長したら似たように成長するんだな。確か昔のアルバム見せてもらったことあるけど、3年前の月下さんも以前の桜花みたいだったし。そういえば月下お姉ちゃん付きの髪飾りは外さないんだね。私の名前のモチーフだからね、お気に入り。それじゃあそろそろ行くわね。7月に東京だよね、楽しみにしてるから。2人ともしっかり鍛錬しておくのよ。また
た目標が増えたな、オウカ。うん、そこでゼッカちゃんと会えるんだ。頑張らないと。今頃ゼッカちゃんはどれだけ成長したのかな。バト、お前がどこまで強くなったか、楽しみだ。それじゃあ早速霊夢のところに行こうよ、特訓特訓。ああ、そうだな。場所は変わり、ここはとある部屋、そこには6人の魔女が集まっていた。よよよ、ああ、主、大魔術師ダンテ様が亡くなってから8ヶ月です。かわいそかわいそなの。毎回ここに来るたびにそれするのやめなさい、もう悲しくないくせに。え、それじゃあ最初は悲しかったんだ、テラールちゃん。そんなこと、ただマスターを失ったのは大きな失態。それから私たちの魔女修行が一気になくなったのが悲しいってだけよ。うわぁ長い言い訳、テラール素直じゃない。パラはまた見ないうちに可愛くなったよね。本当、パラの女子力は53万ですよ。おおほっ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 ほ。なんでフリーザ、ここ最近渋谷でいいお洋服見つけたの、可愛いでしょ。うん、今度私も行きたい。なら今度一緒に行こう。はい、パラちゃんお待たせー。ジュース作ってきたよー。サーバー、ありがとう。すごく可愛いね。私たちの紅茶やアイスまで本当ごめんなさい、サーバー。この抹茶アイスすっごく美味しいよ。えへへー、最近こういうジュースとかアイスを作るバイトしてるから身についちゃって。魔女がバイトって風格全くないわね。でも楽しいよ。みんなが美味しそうに食べてる姿を見るとすっごく心がほっかほかになるんだ。全員静かに集まってるわね。みんな席に着いたわね。それでは七曜の魔女会を始めます。進行するのは七曜の魔女、キルケ。私たちのマスターである大魔術師ダンテ様復活計画を今ここで発表するわ。おお、長い長い愛の上を今こうして再度満たされる幸せに感謝を。そしてその幸せを奪ったゲロウどもと腐った世界に粛清を。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。